出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに。いごとスキブラニャ。圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。幕が올랐는데요내렸습니다가되는거죠。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。これがスーパーベジータか。ホーリー、ディスコレージ말아줄래。괜무서우니까하지마그런거하지마아미친와압도적이다진짜씨아그나마치사하게해서이겼다질뻔했다이거와오이야오이야사가오키스기데타타카이가스마라나이토오마이가이따코토바오오카이시시나케레바이칸카나사테토소로소로코로시테시마우카。何してんだトランクス、早く助けないと。本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリリンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。ううトランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。네가완전체되고나서너무세진거야。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。まずはまずは、그래서501を기다려줄거야。わからん。だが
なぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただし、お前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル。武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。ああセディスト。それでは楽しみにしているぞ。어쨌든뭐이러면쌤쌤이지베지타가한번봐주고세리한번봐주고센즈で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。지가먼저해놓고俺悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。うん、俺も大会に出る。頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。ふざけるな。いいよ。俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん。心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ。그래서다음장면은또까만화면이에요. 3, 2, 아로딩이지그치그지그지로딩이빠지면섭섭하죠카카로트인데젠장와오메가오라노강가에있다이조니強くなってくれたみてえだな。そうかな。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。そんな倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。オラに見せてみろ。やるなご飯。こっちも行くぞ。オラのコントロールはバッチリ向こうだな。
ぞご飯。これならすぐにオラを超えられそうだ。どうするの？超える？ありゃあ！아들놈이다쏜다그래깔끔했다너무깔끔했다고아이마노간지忘れんな나かなか良かったぞはいでもお父さんスーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。それについては考えがあるんだ。わ、そのために今のオラたちがやれることはスーパーサイヤ人にしっかり。なれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる。ああ。これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、まずはスーパーサイヤ人になったときの落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど。それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。うん、はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流した放送で地球を全体を恐怖で包み込んだ。恐怖で包み込んだ。원래セルストーリーが조금루즈했으니까요。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること、そして参加選手全員がセルに負けた場合世界中の全ての人間を殺すと、その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。그렇지알았으면후원금같은거받았겠지。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら
世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいつをセルの木も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、あれはご飯か。道前だ。なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気は少し違う。ごく自然にあの状態でいやがる。何があったのか教えてくれ。あ、はい。実はブラブラブラ。セルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。オバニがトランクス를아트랭크스래피콜로를훨씬의지하는게느껴져요데도난다세루오타우스지사실아빠보다더오랜시간을보낸게피콜로였을거야정신적으로도완전타이ってやつになった。아이츠に会ってねえからよ。これからちょっと見てこっから。오바니경험치가어마어마하게늘었는데 孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていったかな。どうでしたか悟空さん。正直あそこまですごくなってっとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃオラ多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。더이상강해질필요가없는거지인마。だがこれ以上無理に来ていても連れだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと。気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。
行こう、ごはん。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。자이렇게하나 또 끝. 다음 하러 넘어갈게요.